少し時間がかかるんですけど、今あなたの地元を守る変えるチャンスが目の前にあるってこと、つまりは今始まっている横浜の市議会議員選挙、ここで心ある人間を送り込んでいただきたいんです。私たち令和新選組の中からも、皆さんのご地元磯子から立候補をしてくれている見どころのあるものがいます。ぜひ紹介させてください。森田洋平と申します。顔を見てください。そして名前を覚えてください。皆様こんにちは。ご紹介に預かりました森田洋平と申します。私は小学校の時中学受験、お受験というものをし、いわゆる中学受験そのレースに乗っかり、それら私入り、そして東大を目指すような学校、そのようなレースに行ってまいりました、通いました。そしてそこからまともに大学を、行かず、専門学校という方に進み、その後出版社、の方に行きましたが、出版社では大学行ってないのでアルバイトからの採用、そして正社員よりも働いてきたつもりで頑張ってがむしゃらにやりました。5年から6年の間やりましたが、それでも最終的には正社員側の都合で解雇と、そういうこともあり、そして一度は28歳ぐらいの頃、人生に諦めかけた、投げかけた時もありました。しかしながらその直後、今の家内とも出会い、そして家族も増え、今こうしてこの場に立っておりますが、これはたまたまであり、それでもやはり今なおこの労働環境問題など非常に悩まれている方、苦しまれている方、そしてどうにもならないのにあがき続けている方も必ずいらっしゃると思います。そのような方々に私、過去の経験、労働基準局駆け込んだ経験もございます。そのようなことからも今苦しんでいる方々に、労働環境で苦しんでいる方々にはしっかりと寄り添う決意と覚悟を持ってございます。そしてこの町で家庭を持ち過ごしておりますが、この私、趣味として40歳から柔道を始めました。そして今2段、取ることができましたが、この経験から心の底から真剣にやれば、年齢遅い早い関係がない、今やろうと思った時がスタートである、これは非常に私の非常に糧となっております。そして今政治活動もまだ間もない、日が全然浅い私ですが、皆様と共にこの磯子区民、皆様と共にこの磯子区から横浜市の政治、皆様に目をまだ向けられていません。政治が後回しになっているような今の横浜市の政治に対し、大きく風穴を開けて、そして新時代の横浜市会、新時代の横浜市の政治を作ってまいりたいと思いますので、皆様ぜひお力をお貸しください。どうか森田洋平よろしくお願いいたします。